みんなちゃんと休むように。さ、綺麗さっぱりだぜ。強くなった実感があるよ。さて、何から話そうか。みんなに聞いてほしいことがある。ちょっと休憩。また少し薄くなったかな。はあ、いいお湯だった。お、ミオちゃんお風呂は？もう入ったの？今日はいいかな。汗そんなかいてないし。入れる時に入んなきゃダメだよ。まあでもミオちゃんお風呂入らなくてもいい匂いするけど。ひょっとして他の人たちのこと気にしてる？だったら大丈夫。エセルさんが気を使ってくれて他の人たちがいない時間帯設けてくれたんだ。あ、うん、それは知ってる。やっぱり入ってこようかな、お風呂。そうしなよ。うん、行ってくる。先に寝てて。わかった、ごゆっくり。おやすみ。うん、おやすみ、セナ。Thank you.
そろそろ出発だね。みんな、ちゃんと休むように。うん、おいしいな。みんなもちゃんと食べた？マナナの料理に期待してるぞ。んじゃ、行くとしますかね。話を聞いてきたぜ。冷徹巨神、もしかして白金の？ああ、土くれになった後こいつはエセリの相棒ってわけだ。何が入ってるか。
旅立つ前に聞いておきたい。君たちはなぜ共にいる？行きがかり上仕方なくってやつだ。それに問答無用で襲われるからな。今はなんとなくとしか言えないのかも。本当にそうか？そのようには見えないがな。ただこれだけは言える。俺たちは敵同士だったけれど、今を生きようとする思いは一緒だった。ウロボロスとなったことでそれに気づけたんだ。思いが一緒なら共にいる理由としては十分さ。そうか。誰もが好き好んで戦っているわけじゃない。ランツは仕方なくと言った。そう、今は誰もが仕方なくだ。そんなものはない方がいいに決まっている。仕方なくで始まった君たちの旅が今思いによってつながっているのなら、それは誰もが望んでいる世界の姿なのかもしれないな。世界の姿。エセルも旅支度？私はこれよりキャッスルへと向かう。え？私はここの軍務長だ。本国に反旗を翻したのでない以上、報告の義務はある。エセル、それは。安心しろ、君たちのことは話さん。違うんだ、あの執政官はメビウスになった。もしかしたら。君が言っていた化け物のことなら承知している。ならなぜ？それがコロニーを治める者の責務だからな。死生観のことは事故で亡くなった後でもしておくさ。ああ、通信じゃダメなのか。死生観も命の日時計も失って通信というわけにもいくまい。物資の補給も受けなくてはならんしな。補給後に命の日時計が作られたらその時はその時だ。いいのかよ、それで。私たちのことは気にするな。君たちは君たちの望む道を進め。一期一会だ、エセル。ノア、これからの君たちに一つ忠告しておく。執政官は君たちを抹殺しようとしていた。ならばこの先コロニーとの戦闘は避けられないだろう。いいか、可能な限り接触するな。ケベス、アグヌス、いずれのコロニーともだ。でもコロニー4のように日時計の縛りがなくなればみんな解放されるんじゃないんですか？皆が皆私のような考えではないということだ。このコロニーにだって状況を受け入れきれていないものは未だ多い。あ、それ以上に厄介なのは、他のコロニーには好んで戦いをする者だっているということだ。無思慮な同情心や船舶な正義感は必要ないということか。うん、ああその通りだ。君たちが関与することで関わった者の運命は大きく変わる。その重さ知ってからでは遅いかもしれん。運命の重さとはいえ、かかる火の粉は振り払わなければならない。どうにもならない時は諦めろ。最善を考え全力を尽くせ。実りある旅路になることを祈っている。ウロボロスか。私たちもあそこにいることができれば。
珍しいものがあったぜ。何かお腹に入れておこう。さて、何から話そうか。
疲れは残さないようにしないとな。さて、何から話そうか。珍しいものがあったぜ。見つかってしまったようだ。ブラッシュブラッシュ。バタフライエンジン。どいてもらおう。ジュニゾン、ストライク。エアパンク。バタフライエンジン。なんか物足りねえな。おいノア、ランツが強い敵とやりてえってよ。とはっはっ、蹴散らされてえのか。バタフライが相手になるよ。だろ、もっと褒めてくれよな。
これは良さそうなものを見つけたね。じゃ見つかったみたい。どうする？私が相手になるよ。そっか、ハイドスパイク。リムーブスラッシュ。闇まとい。これからもこの調子で行こう。頑張るから。無理だったよ、セナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。蹴散らされてるのか。また私が相手になるよ。ここじゃ怒り続けないよ。やるよ、ラッツ。クロスインパクト。ハンマーヘッド。まだやれる。大丈夫。いや、行こう。もっと褒めてくれよな。私らに喧嘩あるとはいい度胸だ。アッパースラッシュ。ハイドスパイク。ありがとう。いや、ここハイドスラッシュ。クロスインパクト。おぼろくバタフライラッシュ。リムーブスラッシュ。どうだ、エアスパッシュアウト。この調子で攻め続け、ストライク。バタフライエッジ。激ロー。スリー動き。ワイドスイッチ。投げない戦いぶりだったよ、セナ。私の力見せられたみたいだね。そっちはダメだって。ハンマーヘッド。ジャイアントスイング。ジョニゾンストライク。ファントムハンマーヘッド。この程度は予測の範囲なんだ。めちゃくちゃダメだぞ。どうだ、近い。ストライク。激ロー。これぐらい油断はしない。そうでしょ。よっ、じゃあ
アグネス軍とケベス軍が争っている。みんな行くぞ。了解だ。作戦行動。ビッグインパクト。私が相手だ。これでもっと戦える。いや、行こう。忘れ物したかも、なんてな。ぶっ倒してやる。エアフリッシュバーガーになるよ。助かった。こいつで戦いやすくなっただろ。これでもっと戦える。ハンマーヘッド優勢だ。このまま押し切るぞ。敵ろ、どいてもらおう。危ない戦いぶりだったよセナ。ふふん、私の力見せられたみたいだね。こっちだ。何が入ってるか。はっはっと。お、あれは。こんなに貴重なものが手に入るとは。そこをどいてくれ。準備はできてる。やろう。攻撃を継続する。私が相手になるよ。ビッグインパクト。フラッシュブラスト。おぼろくで。ファイトフラッシュ。
クマーヘッド、バラクラヘッド、セイバーストライク。そんなにない戦いぶりだったよセナ。ふん、私の力見せられたみたいだね。初めて来る場所だね。よっ、送ってやりゃ少しは報われんのかね。過ごしであって欲しかったな。先客がいる。あの兵装、上位ランクのコロニーか。ウロボロスを撃ち取れ。そうはいくかってんだよ。相手が悪い。彼らおそらく白金の。
ひねりのない戦術で身体能力を無駄遣い。それから判断力はあるのに諦めが悪い。情報通りでがっかりね。やはりコロニー・イオタ、聞き覚えがあるな。でしょうね。軍務長ニーナの辣腕は有名だもの。滞在人が気安くニーナ様の名を呼ぶな。罪など犯していない。ではそれを立証できて。いや、していないことを証明するのは難しい。でも君が知っていることが全てじゃない。くらいな！やっ！ニーナ様！セナ！いっくよー！情報通りじゃなくて悪いな！おのれ！やめなさい。小手調べとしては十分よ。せいぜい悪あがきをすることね。滞在人ウロボロス、その命もらい受けるわ。必ず。話に聞いた通りのバカ者ですね。おまけに無礼です。そうね、おかげで楽しい宴になりそう。君が知っていることが全てじゃないか。言ってくれるじゃない。なんとか巻いたみたいだな。ったく、何なんだあいつら。端的に言えばやり手のコロニーだ。野心的で美しくない戦いをする。なんだよ美しくない戦いって。効率よく戦闘査定を稼ぐの。それでこの前ついに白金にランクアップして、他のコロニーにも物資を分けてくれたり。すごいんだよね。物資を？なんでわざわざ？長い目で見て有利だからだと思う。貸しを作り友軍という手札を増やせば戦術の幅も広がる。そうして戦績を出せばさらに物資も獲得できるってことか。厄介すぎだろそれ。ああ、ニーナ自ら宣言していた通り、必ずまた襲ってくるはずだ。反逆者を倒したら査定いっぱいもらえるから。ぶん殴って黙らすか。バカだろ、相手は白金だぞ。いずれにせよコロニー・イオータの遊撃部隊は4つの隊で構成されている。警戒しても出くわす可能性の方が高い。対応を決めておくべきだ。なら戦力では向こうが有利だ。正面からやり合うのは避けよう。ただその遊撃部隊を撃破できれば向こうの戦力は落ちるだろうし。こっちが攻める隙も生まれる？ああ、その必要があればだけど。基本的には戦わないようにしようってことだね。その案賛成。僕も異論はない。つうか出くわさないことを祈るぜ。名前確かに覚えたよ。名前確かに覚えたよ。うえ、なんか吐いたぞあいつ。名前確かに覚えたよ。関係が変わったみたいだ。
と。関係が変わったみたいだ。新しいコロニーが増えたな。そろそろ夕食の時間だね。